神仙人としていくんですね。え、それあ、ヤビチャンネル、はい、おはようございます。おはようございます。今日ちょっとナユビさん来ていただいてるんで、はい、フルサイクルラボからちょっと行ったところ、はい、キャンプができる海岸があるんです。 でそこにちょっとおすすめして、ぜひ。今度 CF2 ってね、グラベルも行けるような、はい、この森のおしゃれなフレームで、ちょっとデイキャン、仕事の前のなんかたしなみみたいなこと。いいですね、はい、実際今日仕事ですか、はい、実際そうです、はい、実際そうですか、実際そうです、優雅な、はい、優雅な仕事の終わりだな、最高です、やろうかな、はい、じゃあ、はい、了解です、はい、なかった、あら、あ、そうだ、僕たちみたいに余裕はないです、みんな多分真鍋くんが忘れ物かと思って一旦停止しました。いや僕も本当はここに、なるほど、すいません、やっぱもう家、場の家ちょっとで、そうしたらまた前に銭湯が、カメラもすごいだと、トレーラーなんで自由に白鷺大橋行ってもポイントになってます、はい、でこれでちょっと調子に乗ると失敗するんですけど、これやばいっすね、はい、これは結構攻めてる感じですよ、よいしょ、よいしょ、危ない、ちょっと今日は暑いから、なるほどね、はい、で、コーニングのまま行くっていう根性試しです。おい、ちょっといい、はい、この後ずっと真っ直ぐです、これは気持ちいいんで、あ、16、あと走りますなんて僕撮影してる、これは気持ちいいんで、16インチ、っていう、徳島が一番求めるスタイル。スタイルですよ。で、この先左から右あります。そうそうそう、ただ内輪と外輪したら、ただ後ろがあーっていう声が聞こえるんで、メンバーからの、柵あります、
にどれぐらいかけていくの？鶴見山の麓に住んでるんですか？標高は1000、うん、ですよね、800メートルでもそれ一気にはいかないってことですか？徐々にこの、ね、ここの例からすると、その反対ですよ。最近とかあれですよね、あの、あ、これ僕が使う。いや、今日、日が上がったんで、もうみんなこう。